元旦祝神。九州は福岡県太宰府市の象徴とも呼べる太宰府天満宮をご存知だろうか。学問の神として有名な菅原道真公を祀る由緒正しい神社である。正月にもなると全国から三が日に200万人もの参拝客が訪れる。私が最初にこの太宰府天満宮へ参拝したのは、無謀にも国立大学受験を控えていた頃のことである。溺れる者は藁をもすがるというが、私の場合は多くの受験生がそうであるように、神にすがることにした。もはや私が頼れるのは神様を置いて他になく、私は新年早々初詣に少ない貯金をはたいた。飛行機と電車を乗り継いで5時間弱、かの太宰府天満宮に着いたのは元旦。およそ信じられぬような数の人間に私は圧倒された。参道は並ぶ参拝客で埋め尽くされていて、そのほとんどが受験を控えた子を持つ家族連れであった。私はそうした幸せな受験生たちを心の中で罵った。私の両親などは正月三が日は家を出ないと固く決めており、受験を控えた子を持つ親とはおよそ思えぬスタンスを貫いていたからだ。私はそうした幸せそうな参拝客たちに背を向けた。事前に下準備はしてある。何も真正面から参拝せずともよいだろう。観光案内所でもらった地図によれば、裏からもお参りすることはできる。わざわざ人の多い方へ回るのもバカバカしい。私は散策がてら地図に従って街並みを見て回った。なるほど、天満宮が近いということもあって飲食店や土産物屋が多い。しかし参道を一本それると人気は急に少なくなる。やたらと駐車場が多いのは駐車代で儲けようという魂胆なのだろう。事実、駐車代金は法外に高いように見えたが、どこも満車で出入りが激しい。敷地をぐるりと遠回りして天満宮のちょうど裏口へとやってきた。やはりそれなりに数が多いが、それでも参道の日ではない。私はようやく一息ついた心持ちになって、ベンチに腰を下ろして水筒のお茶を飲んだ。コンビニで買ってきた弁当もあったが、さすがにここで食べる気にはなれなかった。そうして一息ついていると、何やらカゴを抱えている若い人と目が合った。神社の関係者なのだろう。神職の格好をして、とても忙しそうである。私がペコリと会釈をすると、相手はにやりと笑って駆け寄ってきた。目の細いなかなかのイケメンであった。いや、明けましておめでとう。少々驚いたが、私も礼儀正しく、明けましておめでとうございますと答えた。受験生だよね。はい、合格祈願に。そりゃ都合がいい。君、新年からついてるよ。ね、少し手伝ってくれないかな。はあ。参拝客に手伝いをさせるのか、とも思ったが、別にいいかと思い直した。新年早々善行を積んでおくのもいいかもしれない。ちょっと歩くんだけどさ、そこで宴会をしてるんだよ。君みたいな若い子がいると大いに喜ばれる。ごちそうもあるし、酒だって飲める。こちとら未成年である。さすがに飲酒はまずいが、ごちそうにありつけるのはありがたい。冷たいコンビニ弁当より、ごちそうの方がいいに決まっている。じゃあ、ちょっとだけ。そう来ないと。これ半分持ってもらえる？差し出されたカゴの中を覗くと、焼き栗がこれでもかと入っていた。一体これほどの量の栗をどうするのか。少し山を登るけど、頑張ってね。
これは訂正しておくべきだろう。彼の言う少しとは私が想像していた少しとは全く違い、私はほとんど山登りのような道を延々と歩かされ、天満宮の神楽の音楽は遠のくばかりで、私は山の奥へと突き進むことになった。息も切れ、汗が顎から滴り落ちる。数歩先を歩く彼は、慣れた足取りでひょいひょいと登ってゆく。ここまで来るともう意地である。私はひいひい言いながら、ようやく最後の石段を登り終えた。そこは少し開けた空間になっており、小さな朱塗りの社があった。しかし、奇妙なことに狛犬がいない。いや、足場はあるのだが、肝心の狛犬が不在なのだ。天満宮の社にしては小さい。ここは別の神社なのだろう。おーい、こっちこっち。呼ばれてさらに奥へ進むと、奇妙な光景が広がっていた。先ほどよりも少し小さな空間に、古墳のような洞窟があり、その傍らにはこたつがあった。なぜこたつがこんなところに？こたつを囲んでいるのはいかつい顔をした老人。バカみたいに綺麗な女性の二人組であった。こたつの上には日本酒の瓶が立ち並び、中央には土鍋がぐつぐつと煮立っていて、なんともいい匂いがした。先生、天津甘栗、買い占めてきましたよ。おー、でかした。よしよし、これだけあれば三が日は出歩かんでもいいな。不意に老人が私を見つけた。おい、なんだそいつは。いきなりいかつい顔をした老人がそう言ったので、私はぎょっとなったが、こんなところまで汗だくになってやってきたこともあって、ぎろりと睨み返した。まあまあ、いいじゃないですか。一年に一度のお祝いなんだから、先生も今日は無礼講だとおっしゃったじゃないですか。紅白見損ねたからって、機嫌を損ねないでくださいよ。お前に録画を任せたのが間違いじゃった。仕方ないじゃないですか。デジタル機器の操作なんてできませんって。うちのテレビなんかまだアナログですよ。ええ、黙れ黙れ。おい、小僧、さっさとこたつに入れ。そんなところに突っ立っていられても目障りだ。18年生きてきて小僧呼ばわりされたのは初めてだ。いや、確かに小僧なのは間違いないが、嫌なじじいである。私はじじいの向かいに座った。こんなじじいの隣に腰を下ろすのだけはごめんである。しかし、こたつのぬくもりは偉大である。偏屈じじいへの怒りも幾分かは和らいだ。と、隣に座る美女が微笑む。お若いのね、おいくつ？18になります。答えながら、私はこんな美人と口を聞くのは初めてだったので、ひどく緊張した。芸能人みたいだ、とアホな感想を口の中で噛み殺した。18？ 聞きました？生まれてまだ18年ですって。うん、ひよこのようなものだな。かわいいじゃないですか。私、羨ましい。そうして、ツンと私の方を指先で軽くつく。私はもうそれだけで当初の目的を完全に見失った。今年は最高の一年になるだろう。ああ、しかし、よそ者を招くのは久しいな。どれ、酒を注いでやろう、わざ。じじいがそう言って酒を勧めてくるので、私はそれを断った。いや、まだ未成年なので遠慮します。そんなものは知らん。飲め。飲めませんってば。わからんやつだな。わしが飲めというのだ。飲め。強引なじじいだ。断るのは無理そうだし、うるさい親はいない。
それに酒を飲んでみたいなという好奇心が頭をもたげた。では少しだけ。よし、そら、ぐいと行け。おちょこになみなみと注がれた萌木色の液体をえいやと飲み干す。その味を何と表現したらいいのかわからない。ともかく芳醇で甘い。酒というよりは果実のようだ。それでいて飲み干すと胸の奥に火が灯ったように暖かくなる。何とも楽しい心地になる。早速酔いが回ったのか、酒瓶から桃色や金色の吹き流しが溢れて虚空を舞う。どうだ？うまいか？うまい！すごくうまい！なんだこれ？じいさんがニカッとかけた歯をむき出しにして笑い、若いのに見込みのあるやつだと大笑いした。こいつは人の手による酒造ではない。福の神が趣味で作った桃の酒だ。今日の都あたりじゃ天狗と人間で奪い合いになるような一品よ。まあわしほどのものになれば向こうから聖母で送ってくる。いまいち何を言ってるのかよくわからないが、ともかく珍しいものらしい。先生、秘蔵の一本をもう出しちゃったんですか？新年の寄り合いで出すって言ってたじゃないですか。やかましい。あんな猛獄した連中に飲ませてもつまらんのじゃ。この小僧ぐらい表情がコロコロ変わらんと面白くない。そらもっと飲め。どうも、俺も注ぎます。おう、そうか、そうか。よしよし。そうしてじいさんと酒を飲み交わすのが楽しくてしょうがない。一杯飲めば夢心地、二杯飲めば前後不覚、三杯飲めば足が浮き足立ってぷかぷか浮かぶ。新年の空に飛んで行こうとする私を、若いお兄さんが必死につなぎ止める。ダメですって、降りれなくなっちゃいますよ。もう何が何だかわからない。私はもう完全に酔っ払っていた。じいさんも厳しい顔はどこへやら、私と同じようにぷかぷか浮かびながら、あぐらをかいて聞いてもいない昔話を始めた。わしが鎌倉の都よりここへやってきてからもう随分になる。鞍馬山で天狗と合戦をしていた頃が懐かしい。神通力も灯火同然。今は五条の安アパートで寝泊まりをしておる。天狗と呼ばれたこのわしも夜年並みには勝てなんだ。その間にも人間は増えよって。いつの間にか菅原の花垂れのところにばかり足を運びおる。もともとここはわしの御領ぞ。何が勉学の神か。勉学なんぞ本人の努力次第じゃ。やれば受かる。やらねば落ちる。たとえ受験に落ちても人生が終わるわけでもあるまい。何が神の差し挟む余地がある。それを神通力にすがりおって。ええ、いまいましいとうなるじいさんの杯に酒を注ぐ。おかげで見てみろ。菅原の花垂れは年末になると過労死寸前じゃ。そのくせ根が真面目なもんじゃから仕事を投げ出しもせん。見とれよ。そのうち堪忍袋の尾が切れてどっかにでかい雷が落ちるぞ。さらにもう一杯。そういやおじいさんの名前なんていうの？うかの御霊の神じゃ。知らんのか？知らない。がっくりと肩を落とすじいさんを見て、美人なお姉さんがコロコロと笑う。さしもの天狗も肩なしですね。ええ、かつての力があれば、人間風情にこんなざれ事は許さぬものを。そういえば君は合格祈願に来たんだよね。それなら先生に祈るといいよ。あっちはもう忙しくて手一杯だけど、先生は暇で死にそうなぐらいだから、きっと願いを叶えてく、いた！バカ者！わしの話を聞いておらんかったのか。そんなものわしの知ったことが、管轄外、知らんわ。でも先生、これも何かのご縁ですわよ。
先生も若い方と飲めて楽しいでしょ。何かご利益があってもよろしいかと。お前もそんなことを言うのか。後で肩を揉んで差し上げますから。うん、足の裏も揉んでくれるか。はい、もちろん。ならば致し方ない。とじいさんは咳払いをして、ふわふわと浮かんでいる私の足をつかんで手繰り寄せた。いつまで浮き足立っておる、小僧。何か一つ願いを叶えてやろう。なんなりと申すがよい。無礼講じゃ。私はもう夢心地、極楽で睡夢しているような心地だったので、大学合格がどうだのという考えは全くなかった。ただ布団に入って寝たいなと思った。あい、わかった。欲のないやつじゃ。ますます気に入った。言うなり、たもとから怪しげな扇を出すと、私に向かって強く振った。よいか、人事を尽くして天命を待て。さらばじゃ。にわかに竜巻が巻き起こるや否や、それっきり私の記憶は途絶えている。気がつけば、私は自分の家の布団ですやすやと寝ていた。目覚めた当初は極めて混乱したが、すぐに片道分の交通費が浮いたと喜んだ私は、正真正銘のアホである。夢を見ていたのかもしれぬとは全く考えなかった。後日インターネットで調べてみると、太宰府天満宮の裏山に天海稲荷社という稲荷神社があるのを見つけた。社伝によれば、鎌倉末期に京都の伏見稲荷大社から御分霊して御遷して祀ったのが創建であるという。余談ではあるが、私は九段の大学に合格した。断じて神頼みなどしていない。実力である。しかし、あの美酒を飲んで以来、私は一度も風邪をひくこともなく、頭痛に悩むこともなかった。健やかに勉学に励むことができた。あのじいさんの言う通り、人事を尽くして天命を待った。春になる前に一度お礼参りに行かねばなるまい。天津甘栗とお酒を持参して。